たにとって転職先を選ぶ基準は何ですか？転職先を選ぶ基準というのは、仕事をする上で何を重視しているのかということを知るための質問です。前職と業界や業種が同じ、ある分野に携わりたい、チャレンジの多い仕事がしたいなど、意欲が伝わる回答が良いでしょう。こういう企業を選んで応募させていただいている、それはこのような理由があるからというところまで回答できるようにしたいですね。前職の経験を生かせるということを第一に、複合機を含めて音営機器の営業職で、特にオフィス関連の機器や重機を広く扱っている商社を選んで応募させていただいています。前職ではお客様からいろいろなお話をいただくのですが、メーカーの営業では他の商品を扱うことができず、会社の方針として他社と連携するような機会もなかったので、お客様の要望に応えることができる営業の仕事がしたいと思っています。メーカーから商社という点ではチャレンジなのですが、オフィス家具などについても少しずつ勉強し始めています。前職の経験が活かせる職種から、生産管理、購買、調達、生産技術、品質管理といった職種を基準に選んで応募させていただいています。その中でも下請けや自動車部品ではなく、自社製品を扱う製造業で仕事がしたいと考えており、工場や自社製品に愛着を持って支えることのできる職場を希望しています。御社は完全受注生産の自社製品を扱っており、御社製品に対して学ぶべきことは多いのですが、愛着や誇りを持って携わっていきたいと思っています。大学前職と英語を活用できる職種で、特に出版業界を中心に応募させていただいています。翻訳アシスタントや日本語版の編集を通じて、将来は世界の面白い書籍が日本の国内で広く知られるようにという思いを持っています。特に御社は海外の児童文学や絵本の翻訳、出版を手掛けており、日本の子どもたちに世界を知ってほしいという社長の経営理念に共感しています。前職では年齢や勤続年数と年収額が全体的に低く、同僚や上司も皆不満を持っていました。ですから転職先を選ぶ基準は基本給と昇給などを重視しています。給与額にこだわると良くないように思えますが、生活の基本で十分な給与であればモチベーションも高く充実した仕事ができるからです。